おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら、エレメンツのダヴィンチ。先日のね、品川シーサイドで行われた、シーバスフェスタで、やっと買うことができたですね、 SSP カラーね。これ SSP キラリンね。このカラーでね、早速いいシーバスが釣れたよって、こういった動画です。ぜひご覧ください。バレたかな。バレた？ついてる？よし、投げろ投げろ。めっちゃ釣れてるよ今。今ここ朝一だけかもしんないが、もしかしたら。よし、あ、食った食った。ダヴィンチ、ダヴィンチ、ダヴィンチ。バレっかな。ちょっとメグタス、前行け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 。でかい。はい、ダヴィンチの SSP カラーね、いいサイズ切りましたよ。まあ60は超えてるんじゃないかなっていう。これ釣れますよ、SSP。 はい、というわけで帰ってきました。これね、 SSP ね、ちょっと投げてみたところ、早速ね、シーバスの反応が得られたっていうことで、仲間内ではね、ほんとこのエレメンツのダヴィンチシリーズはもうね、まあ、よく釣れすぎちゃうんで、ちょっとね、反則なんじゃないかなっていうね。まあ、ビッグベイトね、ジョイクロとか、まあ、サイレントキラーとか好きな、このサイズが、まあ、178から20センチ以下、まあ、100、これは190ですけどね。このサイズ感の中では、またね、動きの質が若干違って、これはこれのね、引っ張れる魚がいるっていうことでね、お気に入りで使っているんですけども、何にしてもね、結構ね、よく釣れちゃうんで、ダヴィンチで釣れるとね、最近だともう、何で釣れたのって言ってね、ダヴィンチって、ダヴィンチね、釣れるよねみたいな感じのね、いやいやいや、これだってね、結構大きくてね、釣るの大変なんだよなんて思うんですけど、まあダヴィンチは釣れちゃうでしょみたいなね、そんぐらいね、よく釣れるルアーだななんていうのはね、あるんですけども、ただね、今回の場合のポイントは、みんなでですね、シーバスのチャーターボートっていうことで、林優先さんね、江戸川放水路の老舗の、チャーターボート屋さん、まあ、乗り合い船なんかももちろんやってますけど、そこにね、仲間みんなで行って、で、基本はね、やってる海域っていうのが、この城とかビッグベイトゲームっていうよりも、イワシを変色している。実際にね、引っかかってきたイワシなんかも、いたんですけども、こんぐらいのね、小さなイワシを昼間ね、いっぱい変色している。そういった状況の中で、なかなかね、ビッグベイトとかだと反応がね、得づらい。ね。で、みんなボッコボコに釣るわけですよね。周りのね、原さん、スーさん、メグタスね、みんなもうね、ずーっと入れ食い入れ食い入れ食いで。俺ね、いろいろね、ちょっと大きめのルアーとか試してみたんですけども、今回はもうね、イワシが餌なんて分が悪い。全然ね、ちょっと大きめルアーで反応が得られないんですけども、このね、ギラギラしたね、この感じ。これにたまらずね、結構ね、釣ってた中では、ちょっとね、サイズアップなね、シーバスが釣ることができました。ね。まあ、ここら辺はね、まあ、ジョイクロだったらどうなのかとかね、いろいろね、検証してみたいところではあるんですけども、とにかくね、いろいろ、とっかいひっかい実は投げてたんですけども、まあ、例えばダウズスイマーであるとか、まあ、ジョイクロも、投げたりとかね、マグナムではなくて178サイズとかね、いろいろ試したんですけども、結果ね、ちょっと大きめのルアーね、もう15センチ超えてくるようなルアーで、唯一釣れたのがね、このダヴィンチだったんですね。というわけで、やっぱこの、SSP カラーね、これインナープレートがキラン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 するんですけども、まあ、これのきらめきがね、ちょっと効いてくれたのかなって。で、これボディが分割されているから、まあ実際には餌のサイズって本当この片方だけぐらいのサイズかなね、イワシのサイズね。でもこのキラ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 なんか明滅する感じにたまらずゴンゴンってね、投げてね、でゴーゴーゴーって食ってくれたんで、まあほんとね、まあすごいなって、ちょっとこのイワシパターンの時でも釣れるんだなんてね、改めてちょっとびっくりした次第なんですけども、実はね、まだまだそうですね、
もうちょっとの期間ですね、この大きめのルアーで大きめのスズキを狙うね、時期っていうのは継続しますので、足しげくねちょっとね釣り場に通ってですね、でまあ各ね林優先さん以外にも、他のねボート屋さんなんかもねちょっと今年は乗ってみたいななんて原さんと話してたりするんですけども、そういったところでね、ワイズさんなんかもインスタグラム見るとめちゃくちゃでっかいね、シーバスねトップウォーターとかで釣ってるのインスタグラムでね見ることできるんで、まあちょっとねいろいろこういう大きなのとかビッグペンシルとかねまだまだ2019年やってみたいなっていうねところがねいっぱいあるんで、ちょっと情報収集しながらねいろいろビッグシーバスに的を絞ってですね狙っていきたいななんていうふうに思います。ただね、この後の動画でいくとまあ正直ねこの日ね自分周りが入れ食い入れ食いでそれぞれね十何本ずつぐらい釣ってるさなか、先日動画で上げたペンシルベイトちょっと大きめのもので1本とこのねエレメンツのダヴィンチで1本2匹しかねまだ釣れてないんですね。で、まあ、そういう時どうするかね、周りも入れ食いだって言って超楽しそうなんですけどね、そういう時にどうするかね、ここはねちょっとね別の動画でね、まとめてこういう感じですみたいな動画があるのでそちらでご紹介していければななんていうふうに思います。またこういうアクションの仕方とかですね聞くよとかこのカラー昼のシーバスに聞くよなんてねダヴィンチ使いの方ですねぜひ教えていただけるようなことがあったらこんな感じこんなパワーのロッドで使ったらすごいね、いいよとかバラさないよとか何でもいいからね、情報いただければななんて参考にしてね、ちょっとね今年さらに終盤戦のシーバスハイシーズゲーム楽しんでみたいと思いますので是非コメント欄にね、教えていただければななんていうふうに思います。またね、SSP からよく釣れるねナイスだねなんていう人はねグッドボタンもよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣りコー TV はこちら、先日のシーバスベスタで買うことができたエレメンツの、ダヴィンチ SSP カラー、これでね初めてシーバスが釣れたよってこういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。